美術教育の中では重要な部分ではなくて、大学卒業するまではセラミックで作品を作るっていうのはなかったので、その後ですね、僕は彫刻を勉強してきたんですけれども、そこから何をできるかっていうところで陶芸と結びついたというか、そういうところがあります、はい。伝統的な陶芸からも外れてしまっていると思うんですけれども、その伝統の陶芸から受けている影響っていうのはありますし、そういうのはこれからも残っていくと思います。その土の好みとかも、タッチの柔らかい感じとか、その陶芸カルチャーの中でこう磨かれてきた美意識みたいなのは僕の中にもこう入ってると思いますし、そういう遺伝子的なのは残っていくと思います。